この高さでチャレンジしようってことなので、口に入れた瞬間からの広がり方がいきなり華やかですね。毎度ワイン三昧竹前です。今回はワインで超有名な漫画神の雫の主人公雫さんのような素晴らしいディキャンタージュに挑戦したいと思います。イエーイ。ディキャンタージュとはですね、これディキャンタって言うんですけれども、こちらにワインを注ぐことをディキャンタージュって言います。別名カラフェとかも言ったりするんだけど、でこれね、いろんな形があるんだよね。これが王道なスタイルかな。ティーはこんな可愛い形も持ってます。でね、このディキャンタージュするのはソムリエの試験でも必須で、三次試験のロールプレイングでは必ずやります。こんな感じでね、この距離でタタタタタって注ぐことをディキャンタージュって言います。神の雫といえば言わずと知れた、もうワインで超有名な漫画ですけど、その主人公の雫さんはもうこのディキャンタージュが超絶うまいんですよ。この距離から決めますからね。普通はこんなことやらないんですけれども、もう神の雫では名シーンの一つとなってます。だからドラマ化して雫役を亀梨さんがやったんですけど、亀梨さんもほら見て、こんなかっこよくね、ディキャンタージュをやっているわけなんですよ。これね、すごい難しいと思う。私ね、最初 CG だと思ったんですけど、どうやら彼はですね、お家で短パンを履いて、このボトルにお水を入れて何度も何度も練習したそうです。ということで、だからソムリエ私もね、そのディキャンタージュに挑戦したいと思うんですよ。ということで、その前に、なんでディキャンタージュをした方がいいのか、先にお話ししたいと思います。ディキャンタージュをするといいことは2つあって、ワインの味わいがまろやかになること。で、もう一つ目は、ワインの香りが華やかになることなんですよ。ワインってずっとボトルの中に何年も入ってるじゃないですか。で、コルクの、こう、小さい隙間からゆっくり呼吸してるわけなんですね。だからそのままこうグラスに入れてもいきなり香りが開かない、ワインのポテンシャルが発揮されないんですよ。だからよくこう注いですぐこう香って飲んでも、なんかまだ硬いねって言ってる人とかいると思うんですけど、それはそういうこと。まだ空気に触れてる時間が短すぎてワインが起きてこないってことなんですね。だからワイングラスもこういうちっちゃいのじゃなくて、大きいグラスで飲んだ方が美味しくなるってもうみんなが言ってます。これは百発百中そうだと思っています。で、どんなワインがディキャンタージュに向くのかというと、まあ、渋みの強いカベルネソーヴィニヨンがいいかなと。タンニンが強いからね、そういうワインはディキャンタージュしてあげます。あとは熟成が進んでいるワイン、フランスのブルゴーニュワインとかもやることがあるかな。あとボルドーの熟成のワインもやった方が美味しいことが多いですね。でも怖いのが、熟成したワインだからって何でもかんでもディキャンタージュすると一気に劣化が始まっちゃうワインもあるんですね。そういうのはもう本当にグラスに入れて何時間とかけてゆっくりゆっくり花を開かせるっていう、ね、飲み方をするんですよ。あとは白ワインとかスパークリングワインはディキャンタージュしません。まあ、こういうね、ディキャンタってレストランとかでもまあ置いてあるんですけど、あんまりやってる人、やってるところ見たことないですね。ロブションとか行くとね、もっと大きいこうディキャンターがあって、あっちのテーブルでもわかるっていうね、楽しみ方をしている方もいますね。そんな感じでちょっと私緊張しているんですけれども、早速実践していきたいと思います。今日はね、そのせっかくやるから、この距離だったら簡単よ。この距離だったら。この高さでチャレンジしようってことなので、ティーから汚れてもいいタオルを拝借いたしました。緊張するなぁ。今日朝起きてからずっとソワソワしてました、私。ディキャンタしてね、花開くと本当にね、第三の目が開いた、宇宙に行ったみたいな感覚になる、もう本当素晴らしくなるので頑張りたいと思います。さっき話してて、まあ、ディキャンタしてからワイングラスに注ぐものと、ディキャンタせずにワイングラスに注いだもので味わいがどう違うのかっていうのもね、実際にね、やってみたいと思います。これがディキャンタしていないものです。神の雫はいきなりね、この上から注いでるけど、やっぱ私はね、実写の人間なので現実的にこの辺から始まって徐々に上げていきたいと思います。で、私が何度かやった経験上、本当にこの一点に落とすっていうことが目的だから、慎重に傾けながらやっていきたいと思います。勢いよく傾けるとボトル内でワインがこうあっち行ってこっち行ってってなって絶対入んないので、気をつけて頑張ります。相当緊張しております。いきますよ。ちょっと一回ストップ、持ってあげないとだよね。すっ
ごいピーさ、厳しい声でさ、もっと上げて。こんぐらい？目線ぐらい。目線ぐらい？あと3分の1頑張るね。いや、途中いいと思ったんだけどな。くそ！もうここから行くか。あとちょっと集中。本当にごめん、本当にごめん。失敗。これは失敗ですよ。こんなにできなかったの初めてなんだけど。やばいね。やばくない？これ。あっち取り上げられるんじゃない？なんでこんなできないの？もう緊張だ緊張。途中までいい感じだと思ったんだけどな。あ、こんな感じ。感想は？まあ、このディキャンタージュに向けて、お家でね、お水入れて、家にディキャンタなかったから花瓶で練習したんですけど、やっぱ水でもちょっと垂れちゃったりするのね。でもワインが垂れると、心の乱れ方がやばい。あ、こぼしちゃった、飛びついちゃったとかさ、飛び散っちゃったとかさ、なんか集中できなくなりますね。もう集中とかの問題じゃないか。いや、途中までうまくいってたと思うんだけどな。みなみちゃんがさ、お洋服今日白だから、ちょっと遠くに座るねって言って、そこまで飛ばないよとか言ったけど、全然危なかったよね。本当にすいませんでした。何センチぐらいまではできた？このぐらいかな。こんな難しかったっけ、ディキャンタージュって感じ。これでしょ？こうやりたいよね。でもね、本当に、あれは、神の雫は皆さん、漫画だから、お店でね、こんなね、ディキャンタージュしてる人いないですよ。亀梨君。だってさ、このさ、さっきさ、出してもらった写真さ、この辺の手とかめっちゃ綺麗だからさ、こぼしてないってことじゃん。しかもさ、スーツがさ、ちょっと白っぽいでしょ？全然飛ばしてないんだろうね。濡れてるわ。ワイン飛んでる。亀梨君、見たら、目の上から。目が低いんじゃん。こう？もっと、俺このぐらい。これは本当にやばくない？本番って大変だね。本当に。すっげー緊張する、これ。ちょっとショックを隠せない竹井ですが、ディキャンタしたワインをグラスに注いで、味わいがどう違うのか検証してみたいと思います。テンションが低いですが。あと、さっき言い忘れちゃったんだけど、ディキャンタするときは、まあ、空気に触れさせるんだけど、いきなりここに落下させるんじゃなくて、ここ伝わせるんだよね。これも大事だったりするんですよ。さっき全然できてなかったんですけど。だから、普通は静かに入っていく。さっきジョボジョボ言ったのは、あれはダメなやつですからね。これとかも、ここが長いのは、こう伝わせるためなんですよ。こうやって入れるわけじゃないです。早速、ディキャンタージュをしていないワインから飲みたいと思います。香りからいくか。でもなんかディキャンタージュしたことによって、もうこの部屋がさ、ワインの香りすごいね。あ、全然違う。このワイン自体がジャミーな感じだな、口に入れた瞬間からの広がり方がいきなり華やかですね。ディキャンタージュした方は、こっちは後にかけてだんだん開いていく感じだから、最初の方はなんかもったいないなじゃないですけど、この一口の中で人見知りから一気にこう明るい人になっていくって感じ。こっちはもういきなり最初から元気で花開いて果実味がしっかりと感じられます。ピン目つぶって飲んでみる。あ、どっちか。うん、ちょっとねジャミーな感じもしたんだけど、目つぶって。じゃあこっち、やば、手がワイン。多分ね、これは30名だったからカベルネソーヴィニヨンの方が分かりやすかったかも。はい、すごい、私の手からいい香りがする。最初はデカンタージュ。違うよ。じゃあみなみちゃんもやってみよう。はい。あれだね、これもっとさ、チリのカベルネソーヴィニヨンでやった方が分かりやすかったかね。ちょっと今回の目的はディキャンタージュっていうこの作業だったので、分かんない、1個目がやばい。違った。え、1個目かな。ちょっとあれだね、私のワインチョイスミスだったかな。違いは分かったよね。でもどっちが香りが違って、確かに違ったけど、この子にはディキャンタージュは向いてないってことかな。私分かんない、分かるかな。いやでも知ってたら分かるかもしれない。
もうね、想像以上に難しかったです。家でやるときはマジで本当にこんぐらいでいいと思います。こんぐらいの距離でいいと思う。本当にマジでちゃんとこぼさないようにね。あとはお水とか屋外とかお風呂場とかでね、練習してください。私はスポンポンになってお風呂で練習してました。レストランとかでもさっきも言ったけど、こんな風にねディキャントするのは見たことがないので、やりたい人はやればいいと思う。でもやんなくていいと思う。ワインもったいないから。今回はさね、あのこぼしたことも考えて結構安いワインでやったので、ちょっと悔しかったけど、面白かったよとかね、反面教師になったって思った方はコメントと高評価お願いします。で、こんな私ですがもっと見ていたいよって思ってくださった方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。いつかリベンジします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっとこれはもう公開していいのかわかんないレベルで激しく失敗してしまいましたが、練習します。もっと私もさ一回目つぶってやってみる。こっちだべしたの。違った。こっちで合ってるな。びっくりした。